優雅ブランドディレクターの力です。今回は商品やサービスの売り値の上げ方、いわば価値の上げ方ですね、ここについてお話をしていきたいと思います。私の個人的な意見がかなり含まれますので、これは一意見として聞いていただければ幸いです。で、結論から申し上げますと、パーソナリティにどれだけ特化できるかっていうところだと思っています。私は物っていうのは今あふれかえっていますよね。花だろうが服だろうがみんな売られてるわけですよ、そこら辺を歩いていれば。だけどなぜあなたから買わなければならないんですかっていうことです。他の私のアパレルブランド立ち上げのお客様にも伝えてはいるんですけども、結局なんであなたからこの商品を買わなければならないんですかの答えを持っておいてくださいねっていうことを常に言ってるわけですよね。例えばじゃあ優雅の顧客様が私に対して、なんで優雅ってこんなに高いんですか、なんでノリキから優雅を買わなければならないんですかって仮に質問があったとしましょう。この時に今できてるできてないは置いておいて、目指しているところっていうのは、私がやっているから高いんです、私の単価自体が高いので、私が生み出すものっていうのは全て高いんです、これで納得していただけるっていうのが目指すところなんですよ。これ皆さん同じだと思います。結局花や服や、こういうのは市場相場っていうのが決まってますよね。でもめちゃくちゃ高いものって存在しますよね。例えば服だったらハイブランドめちゃくちゃ高いですよね。デザイナーだから、そういうブランドだから高いんです。これみんな認識できると思います。ルイ・ヴィトンだから高いんです、プラダだから高いんです、シャネルだから、エルメスだから高いんです。これで一発で、あ、そうだよねってみんな思うと思います。なのでこの現象を作るためには、今立ち上げてこれからやっていく方々、これが唯一できるのがパーソナリティなんですよね、自分なんですよ。なのでここに関しては一つ確実なことかなと言えます。もちろん巨大になってお金、資金がいろいろ使えますよってなったらば、いろいろなことがもっとできると思います、自分以外にも。だけど今何も使えない、これからアパレルブランド立ち上げたいなった方々に関しては、自分しかその価値を上げるものがないんですよ。洋服どんなに高級な素材を使っても、どんなに高い縫製工場、プレタの工場を使っても、やはり限界があるわけですよ。要は10万20万50万100万の洋服、これを売っていくにはやはりパーソナリティは絶対に必要になってくるなと。誰々のデザイナー、どこどこのデザイナー、有名デザイナーがやってるから、どこどこのブランド、すごい高級なブランドが出してるから高いんです、あ、なるほどっていう風にやっていくっていうのが、私は一番この値上げというものに、価値を上げるというものに対して確実なことかなと思います。なのでブランドビジネスというような括りで私は優雅をやっているということです。これに関しては本当に賛否両論あると思います。他にもいろいろなやり方があるよとか、こんなやり方あるよっていうのはあると思います。ただ私が実際に実践をしてきて、これに尽きるなって思ったことを今回話しました。